はい、皆さんどうもこんにちは、ママちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、しまむらのご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。それでは始めていきます。それではスタート。はい、まずね、1点目は、はい、これになります。これね、これブルゾンなんですけどね、まあ、薄手のブルゾンね、ちょっとピンクっていうかね、ピンクの、なんて言ったんですか、色目はね、中ももですね、色で 4L サイズで、お値下げ品になってます。というの忘れてましたけどもね、税込み、1639円のところが990円とお値引き価格となっておりましたね。後ろはこんな感じですね。ここはまあ、リブって言ったらいいんですか、違いますかね、一応裏ついてます。袖もこんな感じになっておりますね。はい、ポケット2箇所についております。こんな感じもいいですね。はい、はいはい、あと皆さんね、こちらの 3L、これもね、お値引き商品なんですね。中黒、本当はね、税込み1419円のところが990円と値引き品ですね。こんな感じのコロッカさんのね、ちょっとね、こうなんかちょっと上に羽織ってる感じがありますよね。ね、はい、こちらはこんな感じです。後ろね、はい、こんな感じ、 T シャツみたいなね感じになってます。で、ここにちょっとね、ベストを羽織ったような感じになってますけどね。こんな感じでございます。お次でございます。こちらはね、これもコロプカさんの商品になっておりますね。これはね、シャーリング、ここシャーリング胸元前なんですけど、これシャーリングしてあります。そして、まあこういうちょっとスモーク系のね、ものです。でもとっても可愛いですね。後ろにね、ボタンがついてまして、こんな感じですね。それでですね、こちらのコロプカさんの商品が、3L で中ハイですね。税込みね、1639円のところ990円とお値下げ品でしたね。こちらですね、はい、サイズで参りました。じゃん、はい、あとこちらね、ズボンなんですね。ズボンがね、昔で言うとパンタロンみたいな、っていうかブーツカットですかね、そんな感じのものですよね。ダンボールね、フレアっていうものです。こちらは 3L の 3L 買いましたね。で、中茶で税込み1639円となってます。 3L ですね。はい、よろしくお願いします。これね、後ろゴムです。で、前もちょっとゴムでないように見えますけど、ちょっとストレッチはねあります。ストレッチ感がすごいあるので、なんかあったかいね、あったかい感じですね。後ろ裏はね、ちょっと裏肝になってますね、ズボンの裏がね。はい、こんな感じでございます。それではあとですね、もう1点ですけども、こちらは LL なんですね。LL に見えないかも、LL です。今なんか大きくねできてるのもいっぱいありますのでね。これは2点セットになってますね、2セット。こちらはニットベストがついてますよ、2点セットになっております。ブラウスね、ロングブラウスと、あとこのニットのねベストがついております。 LL で中薄代々、税込みが1650円となってます。はい。はい。
ちょっとね、まだ冬なんですけど、でも中にちょっと着てね、まあ、今からね、だんだんとね、暖かくはあんまりちょっと今考えられないですけども、だんだんとなってくると思うので、これちょっと購入してみました。はい、こちらがね、コロッカさんの、先ほどね、3円のものです。で、ここがシャーリングになってまして、結構動きやすいですよね。はい。あと、生地は、後でね、テロップに入れときますけども、テロップというか、便なんですかね、これね。はい。こんな感じになります。はい。皆さん、先ほどね、これ、コロッカさんの、このスモークみたいなね感じのものなんですけどもね、こうシャーリングになってますね。でちょっとこれ1枚だと寒いなと思って、こちらのねこの間島村さんの方でね買ってきました、ロングこれはカーディガンを着てみましたね。はい。で下は、ロールアップしてジーパンを履いてみました。いかがでしょうか。の方はですね、先ほどの、コロッカさんのね、こちらの、ブラウスね、ブラウスなんですね。こちらはひなさんのこの間のハッピーバッグに入ってたね、ものと合わせてみましたけど、ちょっとね、ごめんなさい、足が失礼します。こんな感じ、もうどうですか。なんか色気がちょっとオレンジ系なんですけど、まあ、ちょっと茶色っぽいような感じで、こんなのもそうですよね。はい、それでは先ほどね、コロッカさんのこちらね買いました。こちらのね、こういう風に T シャツと、なんとなくベストを着た感じのものですね。こちらです。こちらをね、履いてみました。こんな感じです。で、ズボンはね、ちょっとあったものを履きましたけれども、これストレッチ性あって結構履きやすいですね。動きやすい。ブルゾンなんですけども、まあ、薄手ですね。薄手なので春物っていう感じですけども、ちょっとね拭き取ってみます。まあ値引き品だそうですね。で足の方はね、ロールアップしてみました。見えるんですかね。繋がってるんですね。こうした感じすごく楽ですね。閉まるかな。閉まらなかったでこれ。ブルゾンね。はい、ブルゾンこんな感じでーす。はい、先ほどのブルゾンにこのズボンですね。パンツ。
こちらを買ってみました。結構履き心地楽ちんですね、これね。あとこれ LL でね買ったものなんですけど、すごくゆったりしてます。でここね、前はあの全部開きますね、全部こう開くようになってますので、上にねちょっとこういうベスト風のやつがついております。ちょっとズボンをね先ほどのものと一緒に合わせてみたんですけれども、それとやっぱジーパンの方がいいかななんて思いますね。ね、あのなんていうんですか、ここスリットの大きいの入ってますね。スリット両脇スリットです。ポケットもついてるんですこれね、うん、ワンピースみたいな感じでね着てもいいと思います。羽織ってもいいと思いますね。こんな感じになってます。袖口もこういう風に色がね分けてあって、ここはブルーのストライプね、こんな感じです。結構私着て腕長いんですけどね、もうなんか結構いってますよね。こんな感じでスポーツね、はい、こんな感じになります。ゆったり着れますね。はい、皆さんそれではね最後まであのご視聴本当にありがとうございました。ね、なんかなんかね、こう私も着方がなかなかね、本当に大台に乗ったの、大台っていうんですか、びっくりしますよね。ね、本当ご視聴いただき本当に本当にいつも感謝しております。ありがとうございます。ね、さっさっさっさというようなね、ちょっとご紹介になってしまったと思うんですけどもね、またねよろしくお願いいたします。それでは皆さんもね、ちょっと寒かったりなんだりね、ちょっと今ちょっと流行中なんで、結構皆さん気をつけて、お過ごしください。それではまたお会いしましょう。それではまたまたです。また見てください。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございます。